皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画はリンネル2冊購入しておりますので順番に開封していきます。それではまずは通常版から開封します。はい、開封いたしました。通常版の付録はスヌーピーロゴス便利サイズの保冷巾着&トートバッグのセットです。それではまずは保冷巾着の方を写していきましょう。ではご覧ください。ロゴスとのコラボということで、こちらアウトドア柄になってますね。まあ、キャンプをしている様子、焚き火をしてますね。その上でスヌーピーさんがウインナーを焼いているという状況です。そしてウッドストックさんも見守る中、ウインナーが丸焦げとなっております。お二人ともハイボール飲みすぎて焼き加減がわからなくなってるみたいですね。私も今年こそはキャンプに行きたいと思っております。そんな時にも使えるこちらの保冷巾着バッグ、こちら正面で裏面も見ておきましょう。裏面は特にロゴとかイラストは入っておりません。まあ、素材はポリエステル生地が使われてまして、このカラーですね、ブルー、あまりない、付録ではあまりなかったカラーかと思います。で、底の面はこのようにマチもありまして、横の方はこんな感じですね。はい、このように仕上がっております。そして巾着部分はこのようにキュッと締めることができまして、このグレーの紐がついております。では中の方見ていきましょうか。この辺カバッと開けまして、内側にはこう、今日はフードコンビです。それでは中ご覧ください。このように保冷生地が使われておりまして、この上の部分はちょっと薄めになっていて、下の部分この辺りからこの厚手のものになっております。そして深さも結構ありますので、たくさん入りそうですね。で、底の部分四角くなってますので、このように自立させて置いておくことも可能となっております。続きましてこちらトートバッグ見ていきましょう。ご覧ください。まずはこの上の部分にロゴスのロゴタグが付けられております。島村さんのコラボはロゴスデイズですけど、こちらは本物といいますかロゴスですね。で、その下はスヌーピーさんとウッドストックさんのプリントです。で、このように大きな口を開けたスヌーピーさん、そしてウッドストックさんがそれを見ております。虫歯の検査ですね。はい、先ほど紹介しましたけれども、こちら焚き火の後にですね、ウインナーを食べた後歯を磨いておりませんでしたので、虫歯になったようです。しばらく歯科に通うことになるようです。トートバッグの素材なんですけど、綿ポリエステルの、コンボ素材ですね。はい、で、裏側見ていきますとこのようになりまして、こっちは無地の状態です。で、底のマッチの部分こうなりますね。はい、角の部分も写しまして、そして横の部分はこんな感じになってきます。そして持ち手の部分はこのように取り付けられまして、裏面はこのようになっております。はい、それでは中を見ていきますけれども、夫婦でキャンプに行きます。それではトートバッグの中ご覧ください。このようになりまして、特に特徴的なものはありません。内ポケットとかもついておりませんので、はい、こんな感じですかね。はい、で、この中にこの巾着バッグを入れてセットで持つことも可能ということになります。まあ、この辺りは紀ノ国屋のバッグで似たようなタイプが何回も出てましたけど、はい、まあ、それと同じようなタイプです。それでは参考までに紀ノ国屋さんのバッグ持ってきました。トートバッグにこの保冷巾着入れるタイプ同じですよね。で、サイズ的にはちょっと紀ノ国屋さんの方が大きめかなというところです。巾着バッグだけを比較しましても、やはりちょっとだけスヌーピーさんの方は小さめかなという感じです。はい、それでは保冷巾着バッグいくつか入れていきます。まず 500ml ペットボトル入れますとこんな感じで入ります。横に倒して入れることももちろん可能です。で、立ててとりあえず入れておきまして、あとお弁当をこんな感じで入れたりとか、あとスープジャー大きめのものもしっかりと入ります。はい、こんな感じで入れておきましょうか。で、もうちょっとだけ余裕がありますので、冷やしておくと美味しいものを入れておきましょう。まあ、こんな感じで入れまして、ここをキュッと、締めておけば、あとは保冷剤を入れてですね、はい、保冷ができるということです。で、こちらバッグ持った感じは後で増刊号の時に一緒にまとめてやりますので、気になる方はそちらもご覧ください。
はい、お待たせいたしました。それではここからはこちらのバッグの容量測定をしていきたいと思います。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。バッグの容量は合計28ブルボンです。スヌーピーロゴスブルボン便利サイズの保冷巾着トートバッグセットおすすめです。はい、ということでここまでリンネル通常号の付録スヌーピーロゴス便利サイズの保冷巾着&トートバッグ紹介しました。来月号の予告は増刊号の後にありますのでそちらもご覧ください。お待たせいたしました。それでは続きましてリンネル増刊号を開封していきます。はい、開封いたしました。増刊号の付録も同じくスヌーピーロゴス 2way エコバッグ&カラビナ付きポーチです。はい、それではこちらまず広げていきます。はい、広げてみました。それではまずはこちらエコバッグの方から移していきましょう。それではご覧ください。このように大きなサイズのエコバッグとなっておりまして、カラーはちょっと地味めではありますけれども、正面中央には大きなスヌーピーさんのプリントがしてあります。こちらの絵柄はですね、ウッドストックさんどうなってるかと言いますと、この後出てくるんですけれども、焚き火をしながら寝ちゃいまして、布団に火がついて全身大やけどで包帯ぐるぐる巻きとなっております。人先に逃げたスヌーピーさんは無事だったようですね。こちらのバッグはポリエステル生地が使われまして、耐荷重は約 5kg となっております。裏面見ていきましょう。裏面は特にロゴとかプリントは入っておりません。はい、で上から写しますけど、バッグの開口部分はこう片側でこうキュッと締めるタイプの巾着仕様になってまして、ここにこのような持ち手が付けられておりますので、こう手提げで持ち歩くことができます。さらにはこの紐付いてますので、肩にかけて、はい、背負えるのもポイントになっておりますね。でサイズ調節もここで可能となっております。はい、では中を開けていきましょう。このようにガバッと広い開口が出て、こちらキャンプ仲間です。では中を写していきましょう。ご覧ください。このようになってまして、特に何もないですね。内ポケットとかそういったものもございません。でこのようにバッグの持ち手の付けられているところはこのような仕上がりとなっております。あとは傷みやすそうなこの辺も写しておきましょうか。こんな感じに、はい、付けられております。で生地はちょっと薄めではありますけれども、中のものが、透けたりはほぼしないですね。ちょっとだけこう当てると見えたりはしますけどね。はい、このような状態です。続きましてポーチの方を見ていきます。ご覧ください。まずこの縁の方ですね、ここにロゴスのタグが付いているのが、ポイントになっております。はい、さらに嬉しいことにここにカラビナが付いているというのがポイントになってますね。そしてスヌーピーさんとウッドストックさんのプリントが、はい、されております。アウトドア柄ですね。先ほど申しましたけれども、この焚き火中に布団で寝ておりますので、ウッドストックさんはこの後火が移って大やけどします。スヌーピーさんは助けずに逃げましたので無事だったようです。そして裏側はこのように無地の状態となっております。でこのようにジップ仕様となっておりまして、はい、でジップを開けますと、先ほど紹介しましたこちらのバッグ、折りたたんでこの中に入れられるということなんですけど、その他もちろんアルフォートもしっかりと入ります。エコバッグを折りたたみますとこのように、はい、スッと入れることができまして、あとはカラビナでですねバッグに引っ掛けてつけておいてもいいと思います。はい、ということで一通り紹介しましたので、ここでバッグの容量を測定しておきたいと思います。それではご一緒に How many ブルボン。
バッグの容量は30ブルボンです。スヌーピーロゴスブルボン 2way エコバッグおすすめです。はい、それではこちらのエコバッグ持った感じを写していきます。このエコバッグにこのカラビナ付きのポーチも付けてみましたけれども、こんな感じになります。そしてまず正面のプリントですね、スヌーピーさんの可愛いプリントがされております。で、横から見ると、で後ろ側がこのような形になっております。で、中のものはそれほど透け感がないかなとは思います。ちょっとだけ今ここルーベラがあるんですけども、うっすらとは見えますけれども、ほぼ中のものは確認できないかと思います。で、使い方としましては、持ち方はこうですね、手提げとしても持てますし、こう肘掛け状態も可能となっております。で、さらにこの紐があります。で、この紐はここの結び目をちょっとずらしたりしますと長さ調節もできるんですけど、これは今一番長い状態になってます。で、この状態ですね、肩掛けをしますと、こんな感じで、はい、肩掛けもできるということで、ちょっと荷物が重くなってもですね、耐荷重5キロまでですけれども、肩掛けできるのは嬉しいポイントになっております。はい、そして使わないときはこのポーチに入れてですね、持ち運んだりもできますので、このセット、とてもおすすめとなっております。そして通常号のバッグの持った感じはこのようになっております。サイズ的にもこれくらいですね。で、中の巾着バッグのブルーがとてもおしゃれな色になっております。で、こちらもですね、手提げでも持てますし、こうもこんな感じでも持てますので、はい、こちらの、はい、増刊号のバッグとですね、セットで、まあ、このような形でキャンプに行くのもいいんじゃないでしょうか。はい、スヌーピーさんの今回は通常増刊のセットですね、はい、おすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、いかがだったでしょうか。ここまでリンネル2冊紹介してまいりました。それでは最後に来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちらです。通常号と増刊号が同時発売となっておりまして、まず通常版がこちらですね。はい、紀ノ国屋です。はい、紀ノ国屋とオサムグッズのコラボでお買い物が楽しくなるビッグトートバッグです。はい、ご覧ください。高さ35センチ、横幅も35センチで、この間違い12センチという大きなサイズで、紀ノ国屋のロゴはですね、今流行のルマンドカラーとなっております。で、こちらにこのオサムグッズのキャラクターですね、キャラクターがここにいらっしゃいますね。あとここですか、はい、いらっしゃいます。で、もちろんこう肩掛けもしやすいように持ち手が長くなっているということになっております。はい、で、こちらが通常号で、続いて増刊号はこちらです。同じく紀ノ国屋とオサムグッズで、保冷保温ランチバッグ&ペットボトルホルダーです。はい、今年も保冷保温ランチバッグとかペットボトルホルダーとか出てくる季節になりましたね。はい、おなじみの紀ノ国屋のロゴのこちらのセットで、このバッグの方は350ml の缶ビールなら6本入るサイズですと書いてあります。あと3本入れて横に倒した 500ml ペットボトルですか、こんな感じの入れ方もできるみたいですね。そしてペットボトルホルダーは、この引っ掛ける、はい、このストラップもついているということですね。まあ、ですので、まあ、こちらをですね、このバッグのここに引っ掛けて使うという、まあ、セット使いもおすすめとなっております。はい、ということで、リンネル来月号の発売日は4月20日となっておりますので、楽しみに待ちたいと思います。ということで、今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。